ドルシュートを狙ってきました。田中左足が得意ですがコントロールシュート決めました。先制は岐阜です。田中パウロ11のコントロールショットが左隅に決まって岐阜が先制しました。いやよく見てましたね今のね。そうですね、ちょうどだから、はい、センターバックのところと、まあ、ウィングバックですよね、この間のところだと思うんですけど、はい、まずこの大きな展開が素晴らしかったと思うんですよね、愛媛の最終ラインをずらしたと、はい、でまあ、ここ思い切ってシュートを打ってこぼれ球なんですけど、ここで行かなきゃいけないですよね。ちょっと距離取りましたかね、池田がね、はい、まあ、これ完全に反応が遅れてるんでここ下がる必要ないですし、ボールに対する